64階、無視、巨大化プロジェクト、体験ルームでございます。ビッグバグズパニックプロトコル、ファイルを展開します。細かい部分は飛ばしましょう。通常、ゴキブリは1秒に自分の体の50から60倍の距離を移動します。これは時速約5から6キロメートルの速さで、もしこれを人間サイズに置き換えた場合、時速320キロメートルの速さで動くことができます。もちろんこれにかなう人間は今のところ存在していません。繁殖力も凄まじく、一度に22から28個の卵を一生25から20回ほど産卵することが分かっています。さらに環境が良ければ、成長率は 100% 近くになると言われています。スピードでは叶いませんね。ならこっそり逃げ出しましょうか？いいえ、そんなこともできません。ゴキブリの全身にはセンサーが張り巡らされており、わずかな空気振動でも感知します。その時間はたったの 0.054 秒。もし人間が何か対策をしようものなら準備した途端に察知されてしまいます。ですが安心してください。ゴキブリは獲物を噛みついたり刺したりしない生き物です。ではどのように食事をするのか。それは舐めるのです。獲物を舐め、ジェル状にしてから少しずつ食べられるでしょう。むしろその前に、ゴキブリが持つサルモネラ菌や、小児麻痺ウイルスの病原菌、糞や、死骸のアレルギーで、人間は絶滅してしまいます。これらの条件からして、ゴキブリが大きくなったら人間の世界は終わってしまいます。ビッグバグズパニックプロトコルファイル001は、生存、不可能。